AI に全部任せちゃおう。おお、怖い感じがする。楽ね。シンギュラリティ。はい。あのまず最初にちょっと問題提起したいんですけど、はいはいはい、おもころチャンネル、うん、このままじゃもう終わりです。え？何があった？何があった？楽しいじゃん。もう終わっているのかもしれない。え？どういうこと？刺繍が漂って。刺繍？あ、ほら、服の色味の話？服の色味は本当にやばい。すごいよな。僕光ってるんじゃないかぐらい白い。黒いよ。やばいですね。服が暗いとかね。動画撮ろうっていう日に。選ぶ色じゃないもんね。おのおのの判断でやってるとやっぱ限界があるんですよ。なるほど。例えば動画我々もう3年ぐらいやってることなんですけど、そうだね、そうなるともうね、ネタ切れ。あー、まあ、まあ、それじゃないですか。1年目で切れてる。でも1年目で切れてるから、最近ね、あの社内のチャットルームでネタ出し部屋あるじゃないですか。うんうん、あれ見たらもうひどかったですよ。え？何がよ。みかんを片手で剥こう。面白い。面白い。やろうよ。やりたいよ。やろうよ。剥こうっていう企画だな。こういう風にね、どんどんネタとかもなくなっていっちゃうし、はいはいはい、人間の発想って結局偏っちゃうから。まあまあ、自由な発想が欲しいということで、うん、今回 AI におもころチャンネルをもう監督してもらおうという。AI、はい、やってるの。最近結構話題になってるサービスで、うん、はい、AI ノベリストっていうね、うん、サービスがあるんですよ。それが文章を入力すると、うん、生成って押すとその続きの文章を勝手に作ってくれる、はいはいはい、基本的には小説用なんですけど、うん、脚本みたいに作れたりとか、ウィキペディアの記事みたいなのを生成したりとか、なるほど、割と自由にね作れるんで、あの今回おもころチャンネルの情報を一回入れて、うん、それで続きを生成する形で新しい企画とかを、なるほど、すげえじゃん、すげえ、じゃあ僕らの台本が出来上がるってこと、勝手に、そう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 、すごい、全部もうずっとこれにしとけば、そうすればもう我々もう考えですよ、寝て暮らすだけでいい、わすごい、最高、寝て、いや演じなきゃいけないじゃん。一応これはね、一応はね、試しにおもころチャンネルのウィキペディアをね、はい、生成してみたんですよ。生成、これがあの AI の予想するおもころチャンネルの全体像。おもころチャンネルのウィキペディアができたとしたらこういう風だろうと。そうそうそう、で多分こっちの方はね、うん、いいと思うんですね。マジ、機械が最適に生成したわけだから。なるほど、うん、教えて。はい、おもころチャンネルとは、うん、YouTube チャンネルである。おー、あー、そうだ、待ってる、来歴、株式会社おもころの代表取締役社長である岡田康氏。岡田康氏？誰？知らない。岡田康氏？誰？YouTube 上に開設した個人チャンネルで。個人チャンネル？知らない人。5人で岡田康氏。当初はおもころチャンネルおもろいもん発掘動画サイトという副題もついて。おえ。キュレーションサイト。やば。そうだ。おもろいもん。天才、天才してるやつじゃない。テレビとかのこの後メンバー書いてあるんですけど、はい、全員名前違ってて、はい、でももう、はい、解明しよう、これはもう、あ、その名前と、はい、合わせていく、そう、あの名札もね、作ってきたので、まあ、分かりやすそうなんだ、じゃあ、岡田康っぽいのは永田さんかな、あ、岡田康、この人の個人ちゃんだ、小説者永田聡とちょっと違う、音はね、確かに彼の個人チャンネル、おもころ代表、元広告代理店勤務、あ、そうなの、2013年4月1日におもころを創業、あ、本当に、本当っぽくて本当に勘違いされてる、そう言われたらそうなんだとして言いようがない、おもころって会社なんだね、ちなみに座右の銘は、うん、笑いに国境なし、やばやばやば、あ、面白い、あ、すごい、あ、岡田さんすげーや、やっぱ、そんなのできるの、そうだな、ね、日本で一番つまんない , 笑いの国境なしか、海外で受けた人が言う話だったね、すごいぜ、じゃあ次、これ原宿さんから、あ、俺、はい、原宿じゃない、解明しましょう、はい、大井佐々木え、プランナイみたいな、面白い、ダメだ、大井キューマみたいな、もう今このチャンネル見たくないわ、岡田康史と大井佐々木でもまだだな、芸人感はあるけどめっちゃいいじゃん、すげえ、原宿よりそっちの方がいい、大井さん、大井さん、大井さん、通称大井さん、あ、大井さん、大井さん、やっぱそうなんだ、おもころ立ち上げから参加してるメンバー、そのライター兼編集者で、おお、主に女性向け記事を書いてる、そうなんだ、そうだよ、大井さん、大井さん、座右の銘、あ、死ぬまでバカであり続ける、やばい、やばいってこれ、結構まっすぐやってるんですね、やばい、会社やばいぞ、すごい、この会社
ちゃやばいぞ。お笑いをまっすぐやられてる。やっぱそうだわ。うん、しっかりしてる。頼りいいわ、やっぱ大井さんは。きついな、この会社。いいじゃん、加藤さんから。加藤さん。加藤さんの新しい名前、はい、ミッチー。急に、急にあだ名じゃん、ただの。ひらがな表記なの。ひらがな表記。ひらがな、ひらがなじゃん。彼もおもころ立ち上げ時から参加してるって感じ、ね。はいはいはい、はい。すごい。この3人ずっと身内のこと話してる。そうよね。すごいね。ずっと中学時代の身内のこと話してる。僕だけ特に後から決めたやつじゃなくて、当時から言われてた。ずっとそのままなんだ。ミッチーはさ。はい、座右の銘、うん、自分の心の声を聞け。おー、なんか急に、ミッチーが言う言葉。ミッチーって普通の人なんじゃん、めちゃめちゃ真面目な人。この二人にはね、ガンガン行くだけで、ね、次、これアルファさんかな、はい、アルファって名前もなくなります。はい、カムイ。かせめっちゃいいじゃん。めちゃめちゃいい。カムイ、めちゃめちゃかっけー。まあ、ローマ字のね、ローマ字のカムイ。ちゃうよ。ローマ字と小文字ある。カムイやと。もうカムイだよ。確かに。カムイじゃん。カムイにしか見えない。カムイだ。カムイさん。変えたら確かに。カムイの方がいいよ。カムイくん。カムイくんの方がいい。ああ、確かに。めっちゃいい。カムイの日記？カムイの日記。カムイの日記。それはもうそういうものだけどね。本名は不詳。おもころでは主に企画を担当しており、座右の銘は、人生には笑えぬジョークもある、だが笑っていれば必ずいいことが起こる。笑うべし。こんなやつばっかりだ。まあ、なんかこんなやつむにゃむにゃ、もっと短くしてる。長いし。こんな笑いにまっすぐな、まっすぐでポジティブなやつやったなんだな。ミッチー曰く、いいかも、人生のバイブルみたいなことをさらっと言ってくる、しかもそれを真顔で言うもんだから余計価値が悪い。おっさん集団とのことである。最高、最高だわ。まあ最後私もね、やっぱ名前を変えたいな。はいはいはい、りっちゃん先生。なんで急に。じゃあいいじゃん、なんで急に。解説系とかは任せたもんね。おもころの名物コラムニスト。コラムニスト、本名は非公開で、ネット上では愛称のりっちゃん先生として親しまれている。座右の銘は、面白きこともなきよ。面白く、生きるも死ぬも運次第。うわー、生きるも死ぬも運次第。つまんないおっさんの情報を吐き出す。AI じゃない。こんなに集まる。すごいね。すごいね。集まったのかも。このチャンネル、どういうチャンネルなのか、うん、知りたい。動画では主におもろいもの、おもろそうなことを取り上げる。おもろいと感じた事柄に関して率直な感想を述べて発信するという。おもろいだろそれは。辛辣な内容を含むこともある。おもろくないってこともある。 あるんだ。また、面白ければ何でもあり、バカタレでも OK というコンセプトがあった。バカタレでも、バカタレでも、バカタレって。これでもいいのかもね。このくらい言うのかも。そうだね。出演者たちの言動はかなりフリーダムである。本当に、他の YouTuber とは違うタイプの気まじめさとバカさを合わせ持つお笑いエンターテイナー。テレツバラエティー。テレツバラエティー。やばやば、頭痛くなってきた。やば、すごっ。こんなん、あの指名手配とかこんなことやってた。すごいな。私を殺してくださいって。次ね、あの挨拶があるんです。ああ、そういうことなんだ。他の人気の YouTube チャンネルって冒頭に挨拶がある、うん、してるしてる。手のなんとかですとか、手の動きとかあったりとかして、それをね、ファンの人が真似したりとか、あるいうのあると思うんで、おもころも挨拶作りましょう。いいかもしれない、それは。ということで、生成しました。はい。まず、岡田が、岡田、おもろーという。おもろー、おもろーという。おもろー、やばしたね。まだ、まだ最初だね。最初にね。そして、うん、全員で叫ぶ、はい、おもろい。あれ、おもろおもろい。そして、はい、続いて、佐々木がミッチーに面白いミッチーと尋ねる。なんでダメだ。おもろいって言ったじゃん、みんな。みんなおもろいって言ったじゃん。なんで疑問に、なんで疑問なんだよ、佐々木。定番のやりとり、はい、ね。ミッチーは自信満々におもろーと答え、また他のメンバーは立ち上がって拍手。
僕が座ってるの。ハローって言ったらみんな何それ。スタンディングオベーション。すると全員がオーマイガーと叫ぶ。佐々木はミッチーの両肩に手をかけて揺さぶる。なんで俺たちだ。この動き多いな。なんでよ。最後に、最後に岡田が締めくくりで明日もおもろ。あ、最後ね。始まりの始まりで動画始まりで。以上の流れを一通り行った後、最後に全員でもう一度おもろ。何回言うの。何だよ。で、その後メンバーが散会してそれぞれの仕事に戻る。仕事DIY かなんだよね。何も始まってないよ。これが終わったらみんな解散してあっちのオフィスに帰って今からやるんだよ。始めろよお前って言って始まるっていうのをそこでカットしてまた、ね、あこれもね、後でちゃんとやりましょう。はい、はい。じゃああとはやっぱりおもころチャンネルといえばコーナーがね大事ですよ、はい、企画が、ね、はい、そうそう。これもね今までおもころチャンネルでやった企画をいくつか入力して、なるほど、一応生成したら同じノリの、おお、すげえ、これはね、これは本当に使えるかもね。楽楽、例えば、うん、パピコの吸い方選手権、おこれはですね、アイスのパピコを吸いながら味を当てるという、味は味あのバリエーションを作れたの。味は分かるから。あと栗ご飯の炊き方選手権。なんかいいな。あ、炊き方、炊飯器で栗ご飯を作ろうという企画。はいはいはい。これ自体は、これ、まあ、まあ、悪くはない。我々はこういうこと普通にやるから。自体は栗ご飯食べようよね。おしっこ我慢選手権大会。あれ、やってたの？本当の限界に挑む。本当やってたの？本当に。おもころだね。これね、実はあのおもころチャンネルができる前に、うん、おもころがやったイベントで、うん、やったやった。本当にやってるんですよ。おしっこ我慢。大喜利っていう、やりました。であの大喜利でしょうもない答えしたら水をいっぱい飲まされるっていう。そうそう。2回やってよ。でおむつの中に排尿したら脱落。そうそうそう。サバイバルレース。で AI の中にはね、多分これをやったって知識はないと思うんで、うん、自然に考えた、うん、すげえ、めちゃめちゃチューニング合ってるってことですか。すごい。そうそうそう。これ期待できるね。期待できる。すげえわ。でね、ここからどんどん下品になっていくぞ。なんでよ。おなら我慢選手権、うん、おならを我慢しながらどんな会話をするのかを競う。どう我慢してんのこれ。何を競う。よくわかる。いつもそうだけど我慢をね。次、おなら漢字。おならを使って漢字を書く。面白い。だって無理筋じゃないですか。めちゃくちゃ面白い。どういう動画。おなら数学。あ、おならを積分する。めちゃくちゃ面白いじゃん。どういうこと。次、クイズおっぱい。いやいや、もうないの。次、シナイバとかでやれよそれ。これ胸の大きさに関する問題を出す。最低。つまんな。最低だ。昔の夜中やってたよ。おなら聞き酒。お酒を飲んでおならを出し合い、その匂いを当て合う。あ、何飲んだかって。最後で。それすごい。それちょっといいな。ちょっといいね。面白いじゃん。ここであのちょっと似た言葉から連想される方に行くんですけど、はいはい、ちょっとね、ここで言えない単語に連想されてる原因がね、軌道修正してその辺 NG ワードにして、うん、区役所に電話する。ダメだ。どういうコーナーかというと、役所に電話をかけてその対応を検証するという企画。うわ、やだやだやだ。じゃあ今回は新宿区にかけてみよう。うわぁ、ね、忙しいんだから星1みたいな。うわぁ、最悪最悪、さらされるんだ、ね、棚の穴に鉛筆入れてみた。小学生。まあそういう動画あるかもね、小学生が。棚に鉛筆もしくはペンを突っ込みながら自転車に乗る。なんでなんで。急に危ない。ボケたら辛く。自転車はダメよ。アナルオブザデッド。え、面白いじゃん。ゾンビって肛門に毒を注入されて死にかける。いやいや、すげえ。肛門が吸収率めちゃくちゃ体張るじゃん。これは確かにおもろい。めちゃくちゃ語れる。語れる。急にジャッカスみたいな。人魚になりたい男たち。面白い。面白い。面白いじゃん。下半身が魚になる薬を飲む企画。やばい。なんで、何その薬。ある前提で話してるけど、人魚になろうっていうのはいいかも。まあまあ、なりたいよね。これ確かにない発想かも。うんうん、ということでね、うん、結構あの企画が
出たので、今からこの中のいくつかを選んで、しかもあの脚本も完全にノベリスト先生に書いていただいたやつを忠実にやってみようかな。やるか、やりましょう。ということで AI の考えたおもころチャンネルやるぞ。はい、うん、ということで我々ね、はい、あのあと AI の指示に完全に従ったおもころチャンネルを撮りました。撮りましたね、はい、で撮った後で AI の指示に従った編集をもうしてもらいました。そうなんだ、すごいね。これだから撮って数日後ですよ、ね、数日後でもう結構忘れてきてる。忘れたね。なんだっけ、なめちゃめちゃなことしてるからなんか夢みたいに忘れちゃうの。覚えてない。ちょっと思い出しましょう、見てね。はい、じゃあこれがAI が作ったおもころチャンネルです。どうなる。出た。おもろー。おもろい。面白いのみっち。おもろー。おもろー。Oh my god。 え、これ愛が…明日も。え、おもろー。おもろー。めちゃ言うな。これ挨拶か。なんでよ、指示だな。戻った。終わっちゃったじゃん。終わっちゃった。すごい入り方。すごい。挨拶じゃない。あっとも耐えたな今。空調の音が出てる。めちゃめちゃ仕事してる。すごい、めちゃめちゃ戻ってる。普段よりしてる。普段よりしてるか。ちょっと。すごい入り方だね。もう取り残されてるかもしれない。ちょっともう。ねえ、うん、すごいね。終わりじゃないの。明日もとか言ってるね。始まるのか。あれを頭に。エンディング、ね、エンディングだと思う。これ毎回やりますからね、今後は。3回も。あとだよ。そもそも名前が違うじゃん、僕ら。いや、そうよ。AI ってわからない、そこは。まあまあ、続き見ていきましょうか。こんにちは、おもころチャンネルです。今日はパピコのスイカタ選手権をやっていこうと思います。パピコってさ、うん、どうやって吸うのが正解なの、うんうんうん、普通に加えてジュルッとすすりながら飲むんじゃない、ね、それじゃダメなんですか。まずアイスを食べた後に歯磨きをする。それで最後にコーヒーを飲むという流れですかね。そういうことよね。違うだろ。パピコの吸い方選手権とは、うん、アイスのパピコを吸いながらその味を当てるという企画です。吸い方皆さん、ちゃんとルールを守ってくださいよ。あ、いいね。そうね。え、あ、ミッチーが横取りだ。ミッチー、ミッチーなんで食べちゃった。あ、うん、美味しいですね、これ。おい、こら、お前何勝手食べてんだ よ。 そうよ。まるで俺が変なこと考えてるみたいな。え、変なことって、例えばどんなことですか。例えば、俺、なんか喉渇いたんだけど、誰か持ってるって言いますか。なんで、何この会話。え、実は今ポケットの中で小銭がじゃらついちゃったから音を立てるわけにはいかない。いかないの。何今の。すごい。ちなみにミッチーさん、パピコは何味だったでしょうか。はい、ミルクティーでした。微妙に違う。え、叩き指示通り。どうした。指示通りです。叩き上がった。叩き。正解はズバリミルクティー。合ってた。早速ミッチーが1ポイントゲット。どういう感じ。仲悪いね。誰か僕にお金を貸してください。500円でも貸していただけるとありがたいんですけど。どうしたこいつ。やめておけや。君らのやることなんて見えすいてるんだ。やりべえだ。あー、はいはい、わかりましたから。ほら、5万円ですよ。おいおい、ありがとうございます。何をやってるの。する番組や。おい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 、次のコーナーは、ちょっと待って待って待って。すごい。あ、全然企画やってなかったけど、どこから1個当たって、なんか味を当てる。めちゃめちゃ普通だったけど。ミルクティーでもないし、ポイントのこととかも説明されてないから。こうかもな。おもろチャンネルってこういうもの か一瞬も油断ができない。やめておけ。やめておけ。5秒目を離したらもうなるんだいや。小銭がじゃらついちゃう。意味が。どういうこと。あれすごくないですか。すごいな。リーダー
たがわけわかんない。面白すぎます。面白すぎる。音を立てるわけにはいかないのだ。あと僕、まともなことしか言ってない。カムイはずっと普通のことだ。カムイでさ、目も隠してさ。一番変そうなの。一番まともな。一番空気になってる、カムイは。じゃあ続き見ましょうか。次のコーナー。はい。はい。次のコーナーはおなら漢字です。面白そう。このコーナーではおならを使った漢字を書いて順位を決めていきます。どういう漢字？賞に選ばれた方には私岡田より特製お茶碗を差し上げましょう。いらねえ。はい。おもころチャンネルはおもろい番組作りを目標にしておりますね。こういうのは大事よね。このホワイトボードにおならを書くのね。かわいいわね。最初のチャレンジャーは佐々木。よーし、行きまーす。元気。もういいや。はい、次の日行ってください。行きまーす。あれじゃん。お、出ましだ。え？いやいや、ちょっと待って、え、それ本当にやってる？できちゃいました。こりゃびっくり。もしかしてお前神様になんか恨みでるペペロンチョ、うっふん、バッテンリップでございます。かわいこちゃんやで。次は僕が挑戦します。どういうキャラになるこの。あ、やっとホワイトボードいった。やっと使ったわ、これ。あ、なんか書くのね、漢字をね。あらかんじ。何これ？チャーム、チャーム効果。え？ミチャーム効果って何？うん、そうだね。おならって臭いから嫌な気持ちになるじゃないですか。うん、でも目の前に臭そうなものがあったら、なんだか気になって見たくなるのではないだろうか、というのがミチャーミー効果なんです。ミチャーミー効果。どういうこと？なるほど。人の心理を読み切ってるんかい。さすがは脚本家。僕はおならを愛してます。そうはさせんぞ。おらー、お主はもうそれまでじゃ。くそー、燃えよ。イエーイ。自分のおならの吸い方選手権のはずなのに、どうしてこんなことに。こうなったらもうやるしかない。あ、やっと。どうなってんの。え？すごい音した。え？佐々木、死ぬな！はい、5万円です。私は負けない。ということで結果発表。結果、優勝したのはりっちゃん先生。なんで？はい、優勝商品の特製お茶碗です。ありがとうございます。くっそー、また負けたー。次もまた面白い企画用意してますので、ぜひ見に来てください。最後にお知らせがあります。本日11月15日に私の初著書であるおならの解剖学が出版されました。どんな内容なんですか？これは実はおならとは人類が持つ最強の攻撃手段なのだという作品になってます。すごい話ね。ユーモアとはつまりそういうことなんだよ。次の企画は鼻くその食べ方です。お楽しみください。じゃあ眩しい闇の訪れとともに、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。しねえわ。終わった、終わった。終わり。なんだこの演出。おんならんの、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 おんならんは、おんならんは、おんならんの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 、おんなら。なにこれ、なんだこれ、なにこの終わり方。すっごい、何いやー、尖りすぎじゃない。いや、すごいな。いや、もう次回からはこれ AI はいつもこんなことしてると思って。すごいわ、すごいね。いや、なんかこれつまんないじゃなくて面白すぎちゃった。ついていけないわ。ついていけないわ。人間の脳じゃやっぱ初回じゃ無理よ。ちょっとね、すごいね。おならキリングのあの演出の意図。あんな演出したことないよ、あんまりと。大事なんで、もう一回見たいな、おなら。おならキリング。これ AI の考えたでしょ、これ。演出をね。大井佐々木ね。大井佐々木が。
何これ。なんなの。おならキリン。なんかおもころって聞いたら AI はそういう。おならキリン。なんかおなら多いよね。だってね。おなら、おならの歌よ。おなら感じ。俺たちおならだと思う。しない。はい。ということでね。AI にモコロチャンネル作ってもらうと、うん、まあこうなるという。なるほど。すごい、ね、ことしたね、いっちゃん先生は。バッテンリップでございます。バッテンリップでございます。それはいいじゃん、なんかそれめちゃくちゃ面白い。なんか終わりに使いやすいよ。それをね、やってて違和感がすごいな。バッテンじゃない。面白い。ただのリップだ。あれいいよ、バッテンリップでも。いいじゃん、なんか言えない時にさ。いやもう今後はりっちゃん先生でもエゴサーチしていくんで。ああいい、そうか、いい、そっちで言う人いるかもしれないから。そっちで進んでるかも。カムイもいるかも。カムイ今日何もしてねえなっていう。マジで普通なんだよ。いなくてよくない。あくそんなふうに思われてるの。視聴者目線ではね、真面目なことを、どういうこと。確かにこの中でね、一人ぐらいないと。ねえ、というわけなんでね、うん、次回からどっちのおもころチャンネルが流れるかはわからないですけど、はい、名前見てってください、ね、皆さん、ね、今後ともおもころチャンネル、はい、よろしくお願いします。じゃあお願いします。ありがとう。ありがとう。それではまたあのエンディングテーマで、はい、さようなら。さようなら。イベント開催直前、おもころスーパーディナーショーオンラインの宴。はい、いやということでね、はい、あのおもころのイベントがもう迫っております。明日の夜、今回はね、こちらの永田さん、アルファさんのお二人をお客様としてお出迎えして、うん、おもころライターがもうみんなでおもてなししまくっちゃおうという企画となっております。それがおもころスーパーディナーショー。ディナーショー。そう、もてなしてよ、はい、今回はほらあのクイズ大会とかと違って、うん、もうただただエンタメを享受していれば、うん、見てりゃいいんですよ。見てりゃいい。美味しいもの食べて、本当面白いもん見て笑って泣いて、うん、幸せ。あ、だから本当2人はね、もう幸せな身を任せて、うん、ほら楽しんでいただいて。もうね、だってもう身内で感動してますもん。あ、今それはね、マジ、うん、あ、そうなんだ。これはね、こんなにみんなで、うん、協力したことあったっけ。なんかね、まあまあまあ、あ、私もそうみたいな言っちゃうとちょっとね、ちょっとですね、まあ出演者は、うん、私ダヴィンチ恐山が司会をやりまして、うんうんうん、永田さん、アルファさんをもてなし、その他原宿さん、加藤さん、はい、モンゴルナイフさん、ミクノシンさん、かまどさん、そうですね、山口さん、高谷さん、夢アゴンクさん、うん、そして金輪際座工場さん、うん、全員誰だ。はい、おもころチャンネルにはほぼ出てない人たちもね、そうですね、貴重な機会となっております。アーカイブも見れますが、ぜひね、はい、リアルタイムで、そうだね、一緒に楽しもう、一緒に楽しんでいただきたいなと、うん、コメント欄とかもね、あるから、うん、あるから、ツイッターとかにはね、ほんと盛り上がると思う、ほんと盛り上がると思うよ。あら、そうですね、すごいトレンド席巻、トレンド席巻すよ。言えな、言えな、そういう今ならもう言えるから。明日ですね、明日か2月19日、明日だね、はい、ぜひ楽しみにということで、はい、皆さんもぜひこの、うん、一生に一回の宴、うん、お待ちしております、うん、はい、見てね。おんならの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 おんならはおんならはおんならの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 おんなら